ばんは、キュビックジャムと言います。こんばんはというか、初めましての方が多いと思うんですが、僕らはこういう感じで、しっとりした曲もやるんですけど、基本ボーカルなしのインストで、月にですね、1、2回のペースで大体、中央区の箱を中心にライブ活動させていただいてます。1曲目に聴いていただいたのが、トワイライトという曲で、意味を言いますと黄昏とか夕暮れ時っていう意味があります。続いて2曲目に聴いていただいたのが、プリミティブラインという曲で、僕らがそうですね、オリジナル、今日全部オリジナル曲でいくんですけども、オリジナルを作ってきた中で一番こう僕らのイメージしたことをこう伝えたいことが一番凝縮されている曲がプリミティブラインという曲です。それから、今しっとりした曲を2曲やらせていただいてるんですけども、これから今日は、ニトロジーニさんも激しいロックなので、僕らもちょっと激しめにというかちょっとアップテンポにいきたいと思います。では次、僕たちが一番最初に作った曲、バンド名にもなってますキュービックジャムをお聴きください。Thank you.